はい、こんにちは、まとめです。こんにちは、平沢です。ワイドパンツにチャレンジしたいけどなかなかできないななんて思ってる人多いんじゃないでしょうか。現在ワイドシルエットトレンド真っ只中、これまでねなんだかんだ履いてこなかった人も実は挑戦したいななんて思ってる人多いと思います。とはいえワイドパンツ初めての挑戦だと難易度高そうですし、どれを選べばいいのかも難しい印象があってなかなか手が出せないなんて人も多いでしょう。新しいアイテムにチャレンジする抵抗っていうのはもちろんわかるんですけど、今のパンツのままではおしゃれに見られなくなる可能性があります。実際僕の周りでもパンツを変えただけで一気に印象が変わっておしゃれに見えるようになったっていう人たくさんいます。そこで今回ユニクロと GU で買えるおすすめのワイドパンツを5点紹介します。ユニクロ GU であればコスパよくクオリティも高いものってたくさんあるので今がチャンス。これまでのコーデが蘇って新鮮になって毎日をおしゃれに豊かに過ごせること間違いなしなので、ぜひ今回の動画をきっかけにしてワイドパンツデビューしていただけたらなと思います。で今回の動画ではこちらの5点ワイドパンツ紹介していきますが、実際にシルエットだったりサイズ感までね着用して紹介していくので、ぜひ参考にして最後まで見ていただいて自分に合った1本っていうのを見つけていただければなと思います。まずはじめがこちら DU の新作ですね。ヘビーウェイトスウェットバギーパンツ2490円。 DU のヘビーウェイトシリーズから出てきた新作パンツですね、はい、ヘビーウェイトっていうことで肉厚でタフな素材を使った GU お得意の素材なんですけど、はい、チャンピオンのスウェットとか古着のね、はい、いいスウェットとか持ってる人とかはこれすごいじゃんって思ってくれると思います、うん、これが2500円で買える素材とは誰も思わないと思うんですけど、はい、そんないい素材タフな素材を使っていてスウェットパンツでスラックスを作った、はい、しかもワイドシルエットっていう、うん、結構ね高いブランドがやりそうなアプローチのアイテムになっていて、うん、一つ一つ解説していくと、まず肉厚なヘビーウェイト素材を使ってます、はい、表面もツヤがあってチープさっていうのはありません、うん、ただ裏起毛になっていて、はい、結構あったかい仕様になっていて、うん、秋冬用のパンツになっていますと、はい、でデザインすごくシンプルな作りになっています。ポケットだったり後ろもなんですけど余計な切り替えがあるわけじゃなくてカジュアルな作りっていうわけではないです、はい、まあ、フォーマルなディテール化って言ったらそういうわけじゃないんですけど、シンプルでミニマルな方向で作ってるんで、はい、全然合わせやすいと、うん、でウエストゴムになっててドローコードで着用できる、縛って着用できるってことですね。こんな感じでなのでベルトいらずで着用できる楽チン仕様です。センタークリスが入ってます。これがね縫い込みで入っていて結構しっかりとしたセンタークリス、はい、スラックスとかでよくあるディテールで足を縦長に見せてくれたりとか、うん、フォーマルな印象を獲得するのに役立つディテールなんですけど、はい、縫い込みがあることによって結構縦に引っ張られるんですよ。なので実際にこうやって物で見た時はめちゃ太いじゃんって思うんですけど、着用するとこれが立体的な形になって縦に引っ張られるんで、はい、思ったほどは太くないと。なので結構面白いアイテムになっていて、ワイドシルエットでトレンドライクだしスウェット素材でちょっと差別化も効いてる、でもディテールはスラックスになっていて大人っぽく履きこなしやすいと、うん、でウエストイージーになってて着脱も楽と、結構言うことなし。2490円でこれが手に入るなら、うん、完売する前に絶対手に入れた方がいいなって思いますよ。スウェットパンツってね部屋着を連想しがちですが、これは本当におしゃれ着として使えますよね、はい、使えますね。逆に部屋着としての方が使いにくいんじゃないかなって思いますね、うん、ということでこちらのパンツのシルエットをご覧ください。身長170センチ、体重55キロの僕が S サイズ着用でこれぐらいのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこんな感じで後ろはこのようになっています。はい、ということで実際に着用した感じなんですけど、こんな感じでねこうレングス長めの設定になっていて、商品名にバギーって入ってると思うんですけど、あれってちょっとダボっとしたとか意味があるんですよ。こんな感じで靴の上にクッションが乗っかるぐらいのレングス設定になっていて、シルエットはワイドシルエットになっています。ワイドシルエットがそのまま下に落ちてくるストレートシルエット、つまりワイドストレートシルエットですね。でレングス長めになっているっていうところなんですけど、これだけ聞くとめちゃくちゃでかいじゃんって思うかもしれませんが、ここねセンタークリースの分縫い込まれていてかなり強めに引っ張られる仕様になってるんですよ。それによって生地がね縦に引っ張られていて思ったほど太く見せないパンツになっています。なので今っぽさのあるリラックス感と履きこなしやすさが両立したパンツになっていて、素材感もめちゃくちゃいいんで本当におすすめのパンツです。スウェットでこの綺麗なシルエットって結構珍しいですよね。まずそもそもスウェットでワイド珍しいもん、ね、で大人っぽい方向に作ってくれてるから合わせやすいっていうところで、はい、うん、かなり重宝するパンツなんじゃないかなと思います。着心地はどうですか？着心地いいですね、全然突っ張らないです。おすすめのサイズも教えてください。いつも通りの通常のサイズ選んでいただければなと思います。というわけでこちらのパンツどんな人におすすめでしょうか？まあ、めちゃくちゃおすすめのパンツであるんですけど、最初の一本に買うべきパンツっていうよりかはちょっと差別が効いたパンツなんで、これから紹介するパンツ持ってるよって人にさらなる次の一歩としておすすめしたいパンツになっています。続
続きましてデニムスーパーワイドカーゴパンツ2990円。まあもう今流行りに流行ってる、はい、デニムのカーゴパンツ、うん、本当に流行っていて高いブランドから安いブランドまでいっぱいやっているんですけど、まあ、GU ほどコスパよく出せてるところはないんじゃないかなと、うん、このクオリティで3000円はやばいです。まあいわゆるカーゴパンツになっていて、うん、カーゴポケットがついていたりとかこんな感じでドローコードついてて絞って着用できるアイテムなんですけど、はい、カーゴポケットもかなり立体的になっていたり、はい、ここにアクションプリット2つ入っていて、うん、今度着用でお見せしますが立体的なシルエットになっていて、ただでかいだけのパンツじゃないんですよ、うん、こんだけ結構工賃かかることしてて手間暇かかる作りなのに3000円ってやばくて、うん、素材も悪くないんですよ、はい、ユニクロほどいいとまで言えないですけど、うん、悪くはなくて本当に3000円なら絶対文句は出ないと思いますね、はい、使いにくいってほどでもないですしトレンドライクではありますし、まあ、スーパーワイドカーゴでデニム欲しいって人多いと思うんで、3000円手に入るならこれ買っておくのは間違いないと思います。本当このパンツギミックがたくさんありますよね。ありますね、すごいよね、うん、シルエット変化させることもできるし、あとこの風合いもいいですよね。これ新品ですからね。そうなんですよ、うん、ちょっと古着っぽい加工入ってるんで、はい、新品に見えないかもしれないんですけど、いきなりいい古着見つけられたみたいな状態で履けるんで、その点もとてもおすすめです。ということでこちらのシルエットをご覧ください。 S サイズ弱用でこれぐらいのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろはこんな感じです。見ての通りめちゃでかいですね。スーパーワイドって言ってる通り相当でかくて、レングスも長くて靴の上でクッションが乗るような設定になっていますし、幅もでかいと。でこの布団部分も太いんで、とにかくズドンとでかいワイドストレートシルエットになっています。ただね、いたずらにでかいわけじゃなくて、ここにアクションプリーツが入ってるんで、横から見た時ちょっとふわっとした立体的なシルエットになっていますし、前から見た時のでかいカーゴポケットのおかげでふわっとしたシルエットになっていて、構築的なシルエットになっているっていうのはこちらのパンツのシルエットの特徴です。トレンドにドンピシャ、ドンピシャですね、はい、デニムトレンド素材ですし、スーパーワイドトレンドシルエットなんで、なかなかこの値段で手に入れられる機会ないと思います。ぜひこのタイミングでねゲットしていただけたらなと思います。おすすめのサイズ知りたいです。これ相当大きい作りなんで、ワンサイズダウンぐらいで購入するのもいいんじゃないかなって思います。というわけでこちらのパンツどんな人におすすめでしょうか。今トレンドのデニムでワイドパンツ探してるって人はもうこれ買っとけば間違いないです。続きましてユニクロのタックワイドパンツ3990円。こちらはいわゆるスラックスの作りになっていて、うん、まあ、センタークリスがあって、はい、まあ、特に黒だとパッと見スラックスに見えるっていう人多いんじゃないかなって思います、うん、スラックスっていうのはスーツで着る時の下のパンツのことですね、はい、スラックスって言って商品名にタックって入ってたと思うんですけど、はい、タックはここのこと、このつまんである部分のことですね、はい、これによってこの部分にゆとりができて生地にボリュームが出るわけですよ、はい、なのでちょっとゆったりとして履くことができると、はい、タックワイドパンツっていうところでちょっと緩くなったっていう作りですね、うん、あとはね結構シンプルでミニマルな作りになっていて、ポケットだったりベルトループだったり、うん、後ろを見てもそうなんですけど、うん、結構フォーマルな作りになっていて、はい、唯一ギミックがあるとしたらこのサイドゴムですね、はい、ゴムをサイドだけにすることによってチャックインスタイルとかでもかっこよく見えるような作りになっています、はい、これがね前までゴムが入っていたらベルトしてもゴムがちょっと見えちゃうわけですね、うん、それがちょっとチープな印象になったりするわけなんですけど、はい、そうさせないためにサイドだけにしてると、うん、でもサイドにしっかりゴムが入ってるからベルトなしでも着用できるよといった、うん、まあ、ライフウェアをコンセプトとするユニクロらしいギミックになってますね。で特徴としてはユニクロなんで素材感がいいです、うん、まあ4000円でこの素材感すごいですね、はい、全然チープさなんてないですし、うん、文句あるなんて本当一人もいないんじゃないかなって思います、はい、で素材感いいだけじゃなくてウレタンが入っ てちょっとね重みがあって落ち感があるわけですよ、うん、それによってこの後紹介するシルエットもかなり綺麗になっているので、はい、シルエット見ていただきましょうか、うん、S サイズ着用でこれぐらいのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろはこんな感じです。はい、ということでタックワイドパンツメンズですが、言うほどワイドじゃないですよね。ストレートシルエットのスラックスっていった感じの作りになっていて、まあ、ユニクロってそんなにね攻めたシルエット作りするブランドじゃないんで、メンズの製品に限って言うと、まあ、これぐらいがまあユニクロのワイドの限界なのかなという気もします。ただストレートシルエットのスラックスとして考えればシルエットめちゃくちゃ綺麗ですし、ストンと落ちる流れるような綺麗なシルエットになっていて、なかなかこういったシルエットのパンツをファストファッションで買うって難しいんですよ。逆にワイドだったら GU で買えますし、細身だったら今までもユニクロのねスキニーとかですごくいいの出てたんですけど、ちょいゆるストレートスラックスでいいものってなかなか手に入れる機会がなかったんで、かなり重宝するアイテムになっています。すごいスッキリとクリーンな印象ですですね、はい、でも今っぽさもあるみたいな、うん、カジュアルで全然使えるスラックスになっています。おすすめのサイズ知りたいです。こちらも普段の自分が履いてるサイズで着用していただけたらなと思います。というわけでこちらのパンツどんな人におすすめでしょうか。今回ワイドパンツという括りで動画を撮ってはいるんですけど、これ商品名こそワイドですがそこまでワイドじゃないんで、うん、まあ、ゆるストレートぐらいのシルエットで探してるって人におすすめしたいパンツです。続きま
まして、ユニクロのタックワイドパンツレディースバージョンですね、3990円。まあ安いところでワイドパンツ買うならこれが最高峰だと、普通の黒ワイドスラックス、はい、探してるなら絶対これおすすめで、うん、先ほどのタックワイドパンツメンツと比べたらがっつりと太いです、はい、これは本当にワイドパンツ、うん、それも結構高いブランドがやるような太さになっていて、はい、本当に太くなってます。まずデザインから見ていこうかなと思うんですけど、うん、メンズのタックワイドパンツと同じく商品名にタックって入ってるだけあって、ここにタックつまみがあります、はい、でそのままセンタークリースがあってと、この辺りはメンズとほぼほぼ一緒ですね、うん、でシンプルなポケットの仕様だったり、後ろもねシンプルでフォーマルのね作りになっております。で違いとしてはサイドゴムがなくなって、ウエストがよりミニマルになったんで、便利性で言ったらメンズのが上なんですけど、まあ、見た目だけのかっこよさで言ったらレディースのが上ですね、うん、で特徴としては結構サイズ感大きいんで、メンズが履いても問題ありません、うん、これ履いてレディースって分かる人もいないし、まあ、レディースの商品だからサイズ上げて買おうって思うかもしれませんが、うん、そうする必要もないかな、それぐらい大きい作りになってます、うん、で裾までしっかりと太いと、あと素材かメンズでも十分良かったんですけど、はい、レディースもっと良くて、やばいよね、うん、本当にねすごいと思う。チープじゃないというより、うん、ちょっと高級じゃねぐらい、高級じゃねって感じですよね、うん、これよりいいワイドパンツ探すってなったら一気に価格帯跳ね上がるんで、うん、メンズこれで買っとけば間違いない、はい、すごくいいパンツですね、うん、ということでこちらのシルエットご覧ください。 XL サイズ着用してこれぐらいのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろはこんな感じです。はい、ということでタックワイドパンツレディースですが、メンズと比べたらもう全然でかいですよね。しっかりとしたワイドパンツになっていて、落ち感も素晴らしいですし、本当にねちょっと高いブランドで買ったワイドパンツのように見える、それぐらいすごいパンツになっています。かなりおすすめのパンツになっていて、これぐらいドカッと太いワイドパンツに抵抗があるっていうわけじゃなければ、もうとりあえずこれは買っておいて損のない間違いのない1本です。サイズ選び知りたいです。僕これ間違えて XL で買っちゃってるんですけど、はい、結構普段の自分の身長体重に合わせて買って、それでレディースアイテムだけど男性でも合うサイズ感になってますね、うん、なので僕だったら M サイズとかで良かったかなと思ってます、はい、これぐらいだとちょっとウエストガバガバですね。というわけでこちらのパンツどんな人におすすめでしょうか。特別な理由がない限りは黒のワイドパンツこれ買ってれば OK です、うん、ちなみにこのレディースのタックワイドパンツ1タックと2タックバージョンがあります、はい、どっちがおすすめですか。まあ、ほぼほぼ変わんないんですけど、2タックの方がよりおすすめです。なるほど。最後に紹介するのはこちら、GU のバギースラックス1990円。ここまでしっかりと動画を見てくださった皆さんには、はい、もう改めて説明することもないぐらい復習するだけなんですけど、そうですね、まあ、タックが入っていてセンタークリースがあって、はい、ミニマルな仕様になっていて、これは後ろがゴムですね、うん、っていうスラックスが太くなったよっていう、うん、ワイドスラックスだよというアイテム、はい、で素材感悪くないですね、うん、2000円でしょ、すごいです、すごいです、うん、ただユニクロと比べてもちょっと劣るかなといった感じですね、うん、特にレディースのタックワイドと比べたらちょっと劣るかなといったところ、はいなんですけど、うん、まあ言って値段2倍違うんで、はい、そのあたり予算に応じてといったところかなと思います、うん、ということでこちらのパンツのシルエットをご覧ください。 S サイズ着用でこれぐらいのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということで GU のバギースラックスですが、ユニクロのメンズのタックワイドパンツよりは太いし、ユニクロのレディースのタックワイドパンツよりは太くない、それぐらいのサイズ感になっていて、まあ、これぐらいだったら十分ワイドパンツと言えるシルエットなんじゃないかなと思います。こちらもユニクロのねタックワイドパンツ同様にセンタークリースが入っていて大人っぽく見せることができますし、ワイドパンツ初心者が履いても抵抗がないぐらいのサイズ感なんで、すごく取り入れやすいんじゃないかなと思います。これくらいのワイド感なら結構街中でももう見慣れてきましたね。そうですね、はい、これぐらいだったら抵抗なく着用して全然問題ないと思います。サイズ選び知りたいです。これも皆さんの体型に合った普段通りのサイズで選んでいただけたらなと思います、うん、というわけでこちらのパンツどんな人におすすめでしょうか。まあなるべくお金出したくない、うん、2000円ぐらいで済ませたい、でもワイドパンツ欲しいって人にはこちらがおすすめです。というわけで今回ユニクロGU で買えるワイドパンツベスト5という企画をお届けしてきたわけですが、結構似てます。似てるものが存在します。だったらどれを買えばいいでしょうか。レディースのタックワイドパンツ、はい、ユニクロの2タックバージョンがおすすめなんで、うん、迷ったらそれ買いましょう。迷ってない人は多分この動画を見る過程で、うん、あ、自分はこれだって刺さったのがねあると思うんで、それを買えばいいかなと思います。ちなみに僕はシティというオリジナルのアパレルブランドを展開していまして、毎週金曜日に新作アイテムをリリースしています。概要欄に下のリンクを貼っておきますので、おしゃれなアイテムをお得な価格でゲットしたいなという方はぜひチェックしていただければなと思います。僕の YouTube チャンネルではですね、今後ねユニクロだったり GU の新作秋冬アイテムをガンガン紹介していきますので、そういった動画見逃したくないなという方はぜひこの機会にねチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。最後にお知らせです。このチャンネルでは次の洋服何買えばいいんだろうテーマに、本当におすすめできるアイテムを厳選して紹介しています。ユニクロや GU など実際に毎シーズン全て購入して比較しているのが強みです。これまで1000万円以上かけて比較してきました。また関係者しか入ることができないユニクロや GU などのファストファッションからハイブランドの展示会にも参加させていただいています。
誰でも確実におしゃれになれるようにファッションのノウハウも紹介中。洋服選びで困っている人はぜひこの機会にチャンネル登録していただけると嬉しいです。また僕はシティというアパレルブランドを展開しています。洋服はもちろんアクセサリーやバッグなどこだわり抜いたアイテムを毎週販売中。ユニクロなどのファストファッションから卒業したい人や人から褒められるようなおしゃれに挑戦してみたい人にはぴったりなブランドで、どこにも負けないコストパフォーマンスで展開しています。アイテムの情報は僕の公式 LINE でご案内しているので、気になる人はぜひ概要欄から LINE 登録していただけると嬉しいです。もちろん無料です。